ウント政策をお訴えをさせていただきます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、こちらは自由民主党公認公明党推薦中山康秀でございます。今日は有村春子先生がこうやってこの南森町のそして天神橋商店街、これ日本で一番長い商店街なんです。その商店街にこうやってお詰めかけをいただき、中山頑張れと応援をしてくださったことに本当に心から感謝を申し上げたい、そんなふうに思います。本当にありがとうございます。ありがとうございます。先ほど同い年だという正直なお話がございましたけれども、同い年でもですね、閣僚をやられて、先ほど来おっしゃっている少子化担当の大臣をやられた、これ今選挙やってますけど、先ほど有村先生がおっしゃってたように、今テレビをひねればもうずっといろんな政治資金の問題から始まって、そして同時に兵庫県の知事、兵庫県庁で2人自殺をして、そして辞職をし、そして同時にですね、9人の大阪府庁の方々も自殺をして、実は維新になってからかなりの自殺者が出ているということが大阪府議会や兵庫県議会で話題になっているということを皆さんご承知の通りだと思います。どうぞ。ありがとうございます。はい、いや最初ね、今日はジャニーズの人がファンが来たのかなと思ったら、ジャニーズのファンがなかったっていうことで、まあ、そういえばジャニーズももうなくなってスマイルアップになったなと実は思ってました。はい、まあ、それはそさておきですね。で今回何が言いたいかというと、本当は少子化の話なんていうのは一番大事なんです。というのが、少子化の話っていうのは日本の労働力、すなわち生産年齢人口が減っていくっていう問題です。で生産年齢人口っていうのはイコール消費者の人口になりますから、皆様方もお承知のように、日本で一生懸命物を作っても売れなくなってくる時代になってきた。ところが今円安円高の問題でいくと、今円安ですよね。でテレビを見てると、円安が是正できない国が悪い、円安が是正できない政治が悪い、まあ、いろんなことを言っているコメンテーターはたくさんおります。しかしちょっと前の民主党政権の時は、あの時は円高だったんです。円高が悪いと言って当時は言ってた。で私も一テレビの視聴者としてテレビのコメンテーターを見てて、1ドルがじゃあ何円だったらいいとはっきり言うコメンテーターを誰よりとして見たことがないんです。すなわちマスコミが言ってることっていうのは、物事には光と影がある。しかし光の部分は目を向けないように、影の部分ばっかりに目を向けさせていく、そんなことが今のマスコミがやってることじゃないでしょうか。今そこにもインバウンドのお客様、観光客の方がおられますよね。先ほど来天神橋商店街見てたら、たくさんの外国人の方々がここで観光をし、そして商店街でアイスクリームを買ったり、日本のお洋服レンタルしたり、着物レンタルなんかにもおられました。皆さんに伺います。なんで外国人のお客様は今日本に来るんでしょうか。答えは簡単、円安だから。そう、円安だから、今日本は安いから日本に旅行しよう、しかも日本って素晴らしい伝統と文化があるよね、日本に行くと神社にも行ける、日本に行くとお寺にも行ける、京都と大阪、そして神戸、特に奈良も含めてこの大阪に滞在すると、日本の古い歴史と伝統文化に触れることができる。ちょっと足を伸ばせばお初天神、近松門左衛門のそういうお話、人形浄瑠璃のそういうゆかりのあるところも訪ねられる。そんなことが実は外国人の観光客の皆様方にご理解をいただけている一番の理由だと思います。実は今週の頭に政府の観光庁が発表した数字がありました。これはなんと去年1年間のインバウンドの収入を1月から9月ですでにもう抜いているっていうんですね。なんと5兆8000億円売り上げているそうです。おそらく年度末までに7兆円ぐらいはいくんじゃないかと私期待してます。要するに今日本にはこの観光を軸とした財政の収入、まあ、貿易収支で言えば黒字の部分が7兆円の棒グラフが立ち上がった。これは有村先生がですね、内閣におられた時頑張って総理たちに進言をし、もっとしっかりとした外貨獲得収入、これを得て日本に国庫を作るべきだという、きっとそういうご提言をされたからだと私はそう信じています。今回今日本は
インターネットの世界の選挙を迎えるようにもなってきました。昭和の時代の選挙と違います。今令和の時代の選挙は、私もこうやってスマートフォンを持ってますね。いつも毎朝そして毎晩この駅頭に立ってても、たくさんのお客さんがこうやってスマホを見ながら歩いてる。なんか学校の前に小学校の時見た二宮尊徳の銅像を思い出してるんですよ。だけど皆さん、このスマートフォンで例えば Facebook とか Instagram とか、それから旧 Twitter の X とか YouTube とか、ああいう SNS を見るたびに実は利用料金が発生しているんですね。この利用料金というのは、実はアメリカの SNS のプラットフォーマーに全て全部お金がいってしまう。まあアメリカもうまいことやったもんですよ。 DARPA っていう大きな企業がある。このアメリカに日本から毎年吸い取られるデジタル赤字という部分、この部分で1年間でなんと7兆円から10兆円の資金が日本からアメリカに飛んでってるわけです。皆さん、私が何を言いたいかというと、安倍政権から始まったこのインバウンド政策、菅政権、岸田政権、そして今回の石破政権とずっとつながって、途中コロナの 0% の時期はあったけど、見事に V 字回復をやって、そして円安が功を奏する形で、今このデジタル赤字を埋め合わせるオフセットできる、その部分のお金が観光収入の7兆円になっているということを、マクロ経済で見ていただくとご理解をいただけるはずなんです。しっかりとこの日本の貿易収支というものを、インターネットの時代、目に見えない物流、こういった問題も同時に観点をしっかり鋭く持ちながら、日本の富を増やしていく、それが重要だと思います。日本は昭和の高度成長期、そして上を向いて歩こうの時代、それから伝統見直しの時代と言われている平成の時代に入って、昭和天皇のご崩御、そしてバブル崩壊、そこから暗い30年のデフレの時代を過ごしてまいりました。デフレの時代、とある量販店、医療の量販店に行くと、ジーンズ1本800円でした。あ、800円のジーパン安いな、買いましたよ。買ったけどね、よく考えてみてください。その800円のジーパンを作ってるミシンで一生懸命縫ってくれてる縫い子さんの給与が一体いくらなのか、果たしてその縫い子さんは住宅ローンが組めて結婚ができるのか、家族を養う十分な給与が入っているか、そう考えるとデフレの時代っていうのは非常に厳しい時代だったと思います。そしてやっとそこから緩やかなインフレ時代になって、今政府の方も石破さん、新総裁は賃金アップをやる、はっきり言っています。賃金アップ、これこの選挙が終わったら、この年末の国会っていうのは、野党の野田立憲民主党の党首も賃金アップには賛成しておられます。したがって与野党が山のてっぺんを、違う登り方かもしれないけど、一緒に登って国民のいわゆる所得を増やそうという、まるで池田勇人の内閣の時代のようなこと、こういったことが矢継ぎ早に行われる。そのための年末のきちっとした予算、そしてきちっとした税制、そういったものをしっかりとやって、財政出動や政策金融といった作業もきちっとやって、市中にお金を回していく作業、これをやって、きちっとこう増税をしなくても自然増で税収が増えるような国民の富の形、これをしっかりと作っていくべきだと私はそう思います。そのように私が申し上げてたら、そこに私が尊敬する税理士の先生が大きくうなずいてくださって、本当にありがとうございます。やっぱりそういった意味ではね、ありがとうございます。いろんな問題はある。しかし一番のもう一つの問題は、日本のこの選挙がやっている時に、日本のマスメディアは全く言って世界情勢を報道していないことです。今有村先生がおっしゃったように、北朝鮮という日本の隣の国が1万人以上の兵隊をロシアのウラジオストクから、とうとう今日の朝ウクライナとロシアの国境に行きました。そして派兵をしている、人工衛星で軍事衛星で確認ができた、そういったことが起きています。今回、今民主主義の国で一番重要な国はアメリカ。アメリカも大統領選挙の真っ最中、そして日本もご存知の通り衆議院選挙の真っ只中で、民主主義の脆弱性というのは選挙であるということを、専制主義の人たちはよく理解しているというのがこれで分かった。
北朝鮮のキム・ジョンウン、ロシアのプーチン、そしてイランや中国といった新しい悪の枢軸といわれるような国々が専制政治対民主政治の戦いを21世紀まるで20世紀の米ソ冷戦構造の対立のごとく今対立を激化させているわけであります。私たちはコロナの3年間外に出ることもできなかった。しかし私たちが学んだこと、それは新しいサプライチェーンのネットワークを構築する、その見直しをしなければならないということでした。そして何よりも大切なことは、自由と民主主義の国である台湾、この台湾を重要視をし、台湾のデモクラシーを守ろうということ、このことをきっちりと世界中の民主主義の国家元首たちが認識をしたと私は思います。その認識の象徴の一つが半導体、この半導体の工場の TSMC なんかを代表にして、この日本の熊本の益城町にも1兆円規模の投資をソブリンファンドがやっています。そして同時にアメリカのオハイオ州、ここにも TSMC の工場が作られました。しかしこういった半導体、台湾の半導体が世界中の携帯電話の 50% のチップを提供していたと思うと、中国、中華人民共和国、人民解放軍がなぜ台湾を吸収合併したいかという、あの彼らの金田なりの一途な目標、目的、これを皆さんも容易に理解できるはずであります。1997年に香港の返還がありましたね。香港の返還があった当時、一国二制度をやると言った中国は見事にその期限を破り、前倒しをして北京と同じ体制を香港に敷きました。習近平国家主席の批判をする本を売っている本屋さんの店主や、その本を執筆した人、ありがとうございます、その人たちを拉致してどっかへ隠してしまったのは他ならぬ当局です、中国の。そういった政治が行われた香港、しかし今回のこの台湾が香港と同じような道を歩むことを民主主義の国の元首たちは許してよいのでしょうか。そして私たちはそれを見過ごしていいのかなと私は思います。私はこの間提案を YouTube でも、そして台湾までわざわざ行ってやりました。それ何だったかというと、日本人を救出するいわゆる邦人保護っていうのが台湾有事の時には必要です。私は防衛省自衛隊25万人の組織のナンバー2を菅政権でやらせていただきました。その時に私はいろんな台湾のシミュレーションをよく学ばせていただいた。しかし同時に政治の世界から台湾人に対してできることっていうのがあるのではないか。それは香港の事例に学ぶことが一つ。それは何だというと、香港が97年中国に戻る時、あの時イギリス政府は香港の人たちにイギリス政府のパスポートを与える選択肢を実は提供したんです。台湾と日本の歴史はご存知の通り、何十年も日本だったことがある国、その国民やその人たちが自由と民主主義を愛していながら共産主義の国の一党独裁に属することを選択を強いられるとき、日本は台湾と国交が昔あったけれども、1970年72年この日中平和友好条約共同宣言を含めて台湾との国交をなんとテレビの記者会見の席でたったの1分1秒も国会の審議にかけずに国と国との国交を断絶した。当時の政治家たちは当時やった選択肢を私は誤っていたことが今の時代にやっと証明されていると思います。自由と民主主義の国が自由と民主主義の国家との国交を片方から断絶し、そして共産党一党独裁の国と平和友好条約を結ぶ。私も外務副大臣やってたから条約の歴史も意味もよく分かってますが、豆知識として申し上げると、平和友好条約というのは過去に戦争をしたことがある国家と結ぶのが平和友好条約です。しかし今の中華人民共和国は、日本が第二次世界大戦1945年昭和20年の8月15日に終戦を迎えた時、中華人民共和国という国が世界地図には存在しなかった。中華人民共和国が樹立されたのは戦争が終わって4年後1949年の10月1日です。日本が戦ったのは蒋介石率いる中華民国だ。戦争が終わった時になかった国とどうやって
戦争がした経験のある国と結ぶ平和友好条約を結ぶのかという、その大きな曖昧な対応、そしてその大きな政治的矛盾、その時のもつれを私たち1970年に生まれた政治家たちが今この現場でそのもつれを直さなかったら、それこそ子どもたちの時代に矛盾を引き継がせてしまうことになります。政治に一番大事なのは国の内政も大事、そうやってスキャンダルを指摘するのも大事、しかし同時に大事なのは国を守るための国防や外交、安全保障だって。そうでしょ、政治は関係ないって言ってる人でもたこ焼きを食べるじゃありませんか。私も大阪人ですからたこ焼きは大好きです。だけどね、たこ焼き1個考えても外交安保が大事ってわかる。なぜか、たこ焼きの衣は小麦粉からできてる。小麦粉っていうのはカナダとアメリカから輸入しています。たこ焼きの中に入ってるタコ、このタコは高級な証のタコではございません。アフリカのモロッコ、モーリタニアから空をタコが飛んでこの大阪のたこ焼きの中に入ってるんですよ皆さん。そしてタコを焼く時の炎、この大阪ガスの炎、 LP ガスの炎は東南アジアからガスを買い付けて日本のここまでやってきてる。すなわち大阪名物のたこ焼きも国際協力や外交や安全保障がなかったら大阪人の私たちは食べれないかもしれない、もしくは値段が上がるかもしれないというのが物価高騰を分かりやすく説明するということなんですね。今パンデミック後の世界は全世界的に物価が高騰していることは皆さんおっしゃる通りです。それはそうです、戦争がいろんなところでやってますから。だけどこれをきちっと落ち着かせて、そして日本の政治を安定させるっていうのが日本の政治家である私たちの役割だと私は思います。ぜひそれができるのは私は自由民主党と公明党しかないと、そういうふうに思ってますが、皆さんいかがでしょうか。そうだ、ぜひ、ありがとうございます。ぜひですね、自由民主党今回非常に厳しい戦いを強いられておりますけれども、しかし私は維新の皆さんに外交が安定的にできるとは思いません。かといって野党の人たちも、昔沖縄問題でトラストミーなんて言った政党の OB の人たちがおられますので、それも難しいと思っています。したがって選択肢は自由民主党と公明党の連立与党しかない、そんなふうに私は思っています。結びにあたり今回この街頭でもたくさんの政党の候補者がきっと演説をしていると思います。おそらく私以外の政治家候補者はみんなありがとうございます、いろんなことを指摘して悪口を言ってる人ばっかりかもしれません。だけど大事なのは政策論争です。だって選挙なんだもん。選挙なのに政策論争をしないで悪口だけで国が良くなるんだったら、もう政治家なんかそれこそやめた方がいいと思いますよ。なんでかったら、私もずっと浪人を3年間やってきて、皆さんと同じように汗水働いて、そして家族を養って、そして納税をして、そして今現在に至るわけであります。やっと来た選挙です。やっと来た選挙で、しっかりと野党の皆さんと論戦をしたい。そう思っても悪口しか言わない。最後に申し上げたいことは、皆さん、今回この4区で出ている、例えば私の相手候補の維新の会の人たちの政権公約、よく読んでみてください。私、携帯で全部読みましたよ。維新発作っていうのにこう書いてある。65歳以上の高齢者も医療費、これ今全国1割負担ですよね。これをなんと維新の吉村さん、私の相手候補は3倍に値上げするって言ってます。そんなことしたらおじいちゃんおばあちゃん病院に通いにくくなる。今まで窓口で払ってた医療費が600円だったら1800円になるんですから、大変な値上げですよ。それでなくても物価高騰で政府与党は対策しましょうって言ってるわけでしょ。ありがとうございます、頑張ります。それなのに値上げをしようと言っている政党に未だに入れようとしている人がいることが私は非常に疑問で仕方がございません。かといって自民党が、例えば日本保守党のような政党の受け皿が十分かといったらそうでない部分もあるというのが私の自由民主党員としての見方でもあります。だから台湾の問題とか、しっかりと日米安全保障ですとか国防の問題、こういったところにもそれぞれの候補者が明確な意見を言うべきだと思っているので、演説の中に取り混ぜさせていただいた次第なんです。私自身高校社会科の先生です。
今大学のキャビンコーチも2つやってます。1年に1回は子どもたちに教えに行く。その子どもたちの時代にきちっとした伝統や文化を伝えていくこと、それが教育の要点だと私は思っています。外国から侵略されない、もしくは侵略されたとしても日本人を潰すことができない、そう言って言わしめるのは何かというと文化と伝統なんです。皆さん、日本人の文化伝統を、そして良識や常識をしっかりと取り戻させる、これが実は今回の選挙で最も大事な、それぞれの各政党には意外と書いていないことなんです。私は今今日お配りしているビラ、そのビラの一番最初に外務副大臣経験者で防衛副大臣経験者の私が実は教育っていうのを一番先頭に持ってきて、防衛と外交のことを一切書いてないんですよ。実はそのビラには、そのぐらい教育は大事だっていうことを候補者からのメッセージとして有権者の皆様にお伝えを申し上げたい。日本国憲法では内心の自由が認められている、こんなに自由な国はありません。そういった意味でこの自由で蛇口をひねれば飲み水が出てきて飲める、そしてその水を温めて風呂に浸かることができる、そんな国は私外務副大臣で世界中飛び回ってきたけど、そんな国は一個もなかったですよ。日本ぐらいです。皆さん方が頑張って払った税金、確かに高い税金だけど、その税金が日本の社会資本をこんだけきれいに整備させている、それも事実だと思います。治安の維持もそうです。最近選挙に入って怖いなと思ってるのは強盗が流行ってるってことです。あの携帯電話のスマートフォンを見て闇バイトっていうのにみんな誘われて、本人たちも知らない間に犯罪に巻き込まれて、後悔の念を新聞とかマスコミにも発表出てるのを見ますよね。ああいった子どもたちや若い人たちが犯罪に手を染めるのも、これも私は思いますけども教育の結果だと思います。どうかそんな意味からぜひとも今日お集まりの皆さん、今回のこの選挙戦非常に厳しいですけれども、高いところから恐縮ではございますが、ぜひともお力をお借りしたい。今相手候補の息遣いがマラソンでハッハッハッハ言ってるのが聞こえてきてるんですね。しっかりとこの背中を追い抜いて横に並んでから前に出ていきたい。ぜひこのレースに勝たせてください。この競争に勝たせてください。3年間この大阪は維新の会の人たちがこの選挙区から出ました。だけど国の与党は自公連立政権、大阪の与党は維新の会でずっとねじれてたわけです。大阪市や府の職員はなんと落ちている私の事務所、そこの西天満の事務所に現役の府長の職員が来て、市長の市役所の職員が来て、落ちている浪人の私に中山先生予算要望ですって言うから、私あなたたち私とも来る必要ないですから、私は国会議員でもないただの一市民だから、あなた方が予算要望しても私には何もできませんよって言ったんです。それでも聞いてくれ聞いてくれ、維新の国会議員とこ行きゃいいじゃないですか。維新の国会議員とこ行って自民党から公明党から予算取ってこいって言えばいいじゃないですか。なんでじゃあやらないのか、できないからでしょう。今回の選挙でも公明党の選挙区にも維新は立ってます。今回もし自公連立が与党がきちっと出来上がったら、かなり大阪は厳しいことになる。その中でこうやって各小選挙区から自民党の公認候補をきちんと国会に送り出していくことこそが、この大阪の4区、この地域を良くすることにもなるのではないでしょうか。もう一つ言いたいこと、いっぱい言いたことがあるのでごめんなさい、これで辛抱します。これで最後にします。ここ国道なんですね。国道1号線、これうちの父親が建設大臣の時に全部きれいにした。梅田の北ヤード、あの北ヤード、この間吉村知事がグラングリーンに行って開業しました。皆さん、吉村知事がやったんじゃないですよ。30年前にうちの父親が大阪の建設大臣として地元で開発がある、これは全国で最後の都市部の再開発だと言って、うちの父が建設大臣室で反抗したんです。私この目で見てます。そして親父が引退した後、今から21年前、平成15年、この年末に実はあそこのグラングリーンの梅田の一期工事の加えレシピをやったのは他ならぬ私です。そしてそれから21年経って今やっとあの大開発が町開きした。要するに何が言いたいか、
こういうインフラ整備とか、ああいった再開発っていうのは10年や20年でできるもんじゃないってことですよ。こういう都市部では今この道まっすぐ行くと北側に大阪第一駅前第一ビル、第二ビル、第三ビル、第四ビルってあるでしょ。あそこは昔戦後ドヤ街でしたよね。あのドヤ街を再開発して第一から第四ビルを当時の昭和の人たちが作りました。しかし今あの4つのビルのうちの2棟が実は旧耐震で震度7が来ると倒壊の可能性があるんですよ。私は大阪市役所の人に何度も言いました。あそこの東京の六本木ヒルズや元麻布ヒルズや東京でどんどん再開発進んでるのに、なんで大阪市が都会のど真ん中で丸ビルまでやったのに北新地とあの間だけが真っ暗になってるじゃない、なぜあれを直さないんだって言っても大阪市の人は地権者が多いですから、もう一辺倒です。私はぜひですね、私の時代に責任としてあの第一から第四ビルの再開発をやりたいと、そのぐらいの勢いで大阪の駅前を駅裏ビル化させないってことをしっかりとやっていきたい、それを思っています。どうか皆さん大阪に投資を促しましょう。そして万博の後に税金は入れないと言っていたあのカジノ、橋本さんがテレビに出てあそこには税金を1円も入れませんなんて言ってたけど、今蓋開いたら2600億円もの税金を維新の知事や市長が投入しているではありませんか。しっかりとそういったところを、大阪では私たち自民党は野党ですから、どうかそのあたりもお考えいただいて皆様方の一票一票を重ねていただきたい、そのように思います。もうやめときます。他にもいっぱい言ったことあるけどもうやめときます。はい、だけど時代っていうのは上がったり下がったり、私も落ちたり受かったり、ね、いろんなことありますけども、ぜひ皆さん中山やすいで、中山やすいでに皆様方のご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げて、有村大臣遠いところ本当にありがとうございました。あの有村さんもきっと次急いでるところをですね、さっきから秘書さんがもう早く早くって言ってるのを私ごめんなさいね、話しちゃって、あの本当にそういった意味で心の優しい本当に素晴らしい元マクドナルドの社員ですから、スマイルが一番ただで美しいという、そんな有村さんに今日はこうやってご支援いただいて、本当に皆さん長い時間経たせて聞いてもらって本当申し訳ありません。ありがとうございます。本当に申し訳ない。あの立ってるだけじゃなくてずっと手を挙げてるお姉様も脇の下が痛くなるかもしれませんので大変お詫びを申し上げます。ぜひこの後そこにいい整骨院柔道整復師の先生方おられます。ぜひあのドクターストレッチにも行っていただいてほぐしてもらった方がいいんじゃないかなと、そんなふうに思います。以上申し上げて私のお訴えに返させていただきたい、そのように思います。どうも皆さんありがとうございました。感謝申し上げます。ありがとうございました。